はい、東洋流整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は、ストレートネックが原因ではないについてお話したいと思います。頭痛やですね、肩こり、ね、首が痛い、背中が痛いなどのね、症状を持ってですね、整形外科に行かれてですね、ストレートネックだからそういった症状があるんだよとですね、診察診断を受けた方っていうのはね、いらっしゃると思うんですよね。その本人さんもですね、自分はもうストレートネックだから仕方がないのかなとかね、症状があるけど、ストレートネックだから治らないのかなとかね、思ってる方がいると思うんですが、そんなことはね、もう全然ないんですよね。むしろストレートネックのままでも全然関係ないですね、私たちから言うとね。その理由の一つね、一番目ですね、こんなことが、これはもう新聞にも載ってましたし、整形外科学会が発表してたことなんですが、日本の整形外科学会でね、整形外科学会ね、日本のお医者さんの整形外科学会ですね、発表があったんですが、 80% の患者さんの画像と症状が一致しないと発表したんですよ。どういうことかというとね、首が痛い痛い、腰が痛い痛い、背中が痛い、膝が痛いって患者さんが来るけど、ね、画像を撮ってみると一致しないって言ったんですよ。ね、明らかに、骨の異常があったりするのに、ね、全然痛くないですよって言われてみたり、ね、痛い痛いって言われても画像を見たら何ともないっていう人が8割だって言うんですよ。ね、ということは画像と症状ってのはもう関係がないっていうことですよ。ほとんどが 80% ですよ。もうほぼですよね。ほぼ関係がないということなんですよ。そのね、理由なんですが、やはり人間っていうのはまず動いてますよね。動いてるんですよ。画像っていうのは静止画なんですよ。静止画。ね。だからよくわからないんですよね。静止画像を撮ってもね、人間はこうやって動いてますから。ね。重力の中で。だからこういった 80% の相違が出てくるんですよ。ね。もう一つは、画像はですね、その静止画であることと同時に人間の働きを見ることはできないんですよね。人間の働き、ね、画像は静止画であって、そのここの筋肉はよく動いてるなとか、ここの筋肉に血流はいいなとかね、ここの筋肉には神経がしっかりいってるなっていうのはもう出てこないんですよね。働きがよくわからないということですよね。我々東洋医学からすると一番重要視してるのは体の働きなんですよ。体の働きね、人間だから少々の癖はあるしね、重力の中で生活してますから、椎間板がこうなってきたりね、スポーツをしててストレートネックになってしまったりしますけど、しっかり体が働いてたら症状っていうのは出ないんですよね。その証拠に画像を撮っても 80% が一致しないということなんですよ。でもですね、整形外科に行かれると静止画像のみを撮られるんですよね。それであなたはストレートネックだから、ストレートネックだからね、こう出てるんだよと診断されて、患者さんもその画像を見せされるもんだから、そうなのかなとこう信頼してしまうわけなんですよね。それで治らないのかなと思ってしまうんですよね。でも全然治りますからね。もう 99.9% 直してみせますね。2番目、これはね、1番目ともね、被るんですが、通常ですね、相変わらず私は絵が下手なんですが、ここに頭がありますよね、顔ね、これが首だと思ってくださいよ。首っていうのは生理的湾曲ね、正常とされてるのはこういうふうに前に湾曲をしてるんですよね。前に湾曲、なぜ前に湾曲してるかというと、人間はこうやってまっすぐ立ってて、頭っていうのはボーリングの球ぐらい重たいんで、湾曲してた方がたわみますよね。たわむから力がこう分散するんですよ。だから人間っていうのは、首が前に弓なりになってるわけなんですよ。でもですね、あくまでも静止画像で、撮られた、診断されたストレートネックの方っていうのは、このようなことを、イメージしてるんですよね。もちろんこのストレートネックだとですね、ボーリングの球があってズドーンってここに直接行っちゃいますよね。だからですね、確かに力学的には不利、力学的には不利なんですよ。ただ絶対条件じゃないんですよね。
絶対条件じゃないんですよ、ね、何の絶対条件かというと症状とこれは直結しないということなんですよ。その証拠に、整形外科学会で 80% の患者さんの画像と症状が一致しないと発表したんですよね、それはこれだけを見てもわからないということなんですよ。なぜわからないかというと繰り返しになりますが、静止画像ね、人間は動いてる、もう一つは働きがわからないからなんですよ、画像ではね。ストレートネックで、首が痛い、肩が痛い、偏頭痛がある、群発性頭痛がある、筋緊張型の頭痛がある、何でもいいですよ、ね。東洋医学、ね、鍼灸、漢方ね、東洋医学で、治療されてみたらですね、まあ本当に 100% とは言いませんが、もう 99% ね、治してみせる自信がありますね。ストレートネックなんかね、悪条件のうちのすごいウエイトは少ないですよ。こんなもん 5% ぐらいですよ。ストレートネックの人なんかいっぱいいますからね、それでも症状がない人がいっぱいいるわけですよ。例えばパソコンをしてたらね、私はパソコンがするから肩が凝るんですっていう人もいるんですが、じゃあ日本全国でパソコンしてる人を全員集めてきて肩の凝る人っていうとね、半分は多分上がらないですよね。それはどうしてかというと体の働きが違うわけですよ、この半分と半分の人はね。だからパソコンは確かに一つの悪条件だけど絶対条件じゃないんですよ。絶対条件じゃないんですよ。その絶対条件をもっと作るのは他にたくさんの要因があるんですよ。まあ例えばですよ、女性なら生理痛がある、生理不順がある、冷え性があるね、まあ慢性胃炎、逆流性食道炎、まあ風邪をひきやすい、呼吸器系が弱い、アレルギー性鼻炎がある、花粉症があるとかね、まあ男性でもその生理痛ね、生理不順以外のね、症状だったり、まあちょっと女性に戻りますが、卵巣嚢腫、子宮筋腫、内膜症などのですね、婦人科系に異常がある方が、肩こりとかね、腰痛、頭痛にもうものすごくなりやすいですね。そういったことさえ治せれば、鍼灸ね、で治せれば、こんなの関係ないですね。ストレートネックがね、原因と言われて、現在お持ちの症状で、お困りの方はですね、東洋医学専門、ここ非常に重要なんですが、東洋医学専門の治療院に行かれることをお勧めいたします。以上です。